福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズのゲームを さて小宮山さん、ここはどういうピッチングをすればいいでしょうか。まあ、そうですね、振ってくるバッターなので誘い球を有効に使いたいですね。なるほど、そうですか。打ちました、ヒットになった、バッターランナーは二塁まで進みました。ホークスピンチになりました。ワンアウトランナー三塁二塁、ここはうまく打たれてしまいました。これでランナー二塁三塁とされました。いやー、ちょっと慎重になりすぎてましたよね。2番バッター中村、先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。上原、まずは先頭バッターを打つと初球打ち、ライトライナー掴んで、これで2アウトです。バッターボックスラミレス、今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。さあ、勝利まであと1アウトとなりました。まあ、そうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。